かしこまりました。取引を行いましょう。ありがとうございました。はい、ご視聴していただきありがとうございます。信長の野望大使 with パワーキット。川越野戦シナリオの足利義晴編ですね。はい、将軍様のお家です。これね、交渉ついてるんで交渉します。兵糧37日を持つんでね、大丈夫ですね。他にもなんかどっか交渉できる場所あるんじゃないのとしたら。なさそうかな。なんかいっぱいね、兵出しすぎててね、よくわかんないんですよ、もうね。ここら辺はもう、ゼロはなくなっちゃったね。武将入ってるね、全部ね。で、タイミング逃した。あ、でも、置いときゃいいか。置いときます。パッと見あとここら辺か。80日。はい。ではね、こんな感じです。じゃあ、進めていきます。敵が我が領内に向かっております。あ、こうゼロになったね。そのままサクッと取っちゃう。我らの勝ちよ、勝ち時をあげよう。ことじけなし。そしたら義晴さんはこっちちょっと向かってみる？ちょっとこっち向かってみようか。あ、兵糧切れる。ここが戦場上限いくつだ？ 12,000 守り上げ、2万騎馬上げ。12,000 守り上げなので、こっちで先着扱いでできるはずなんで、ちょっとここで待っててみようか。待たせてみよう。別に悪くもなさそうだよね。ちょっと弱いけど、一応9部隊いるからね。うん、こっちのは絶対強いけど、なんとかなるんじゃないのかな。で、減らせば、今度、近場からキュッていくだけでね、多分大丈夫だと思うんで、決めていきます。で、今日こう12日、いいですね。今日こう78日、大丈夫だよね。10倍兵力あるんで。で、こう交渉ですね。毛利さん、解放して。はい、ありがとう。だよ、もう終わりか。うん、やってやろうじゃねえか。どうしようかな。これいらないか返そうか。これ返そう。兵糧をちょっと節約します。そしたら、あとは、もう問題なさそうだね。ここは、14日で終わる。うん。いいですね。じゃあ、終わりにしましょう。この戦、我らの勝ちぞ。そしたら、こっち行く？出てきてくれる？いいね。進め！我らの勝ちよ、勝ち時をあげよ。ああ、なんか2100円、なんかここ守ってくれてるね。へえ。これは参る。ああ、こっち行けばあれじゃん。はい、相手が弱いじゃん。我に続け。評論ないですけど、多分なんとかなるでしょう、買えば。はい、進めていきます。報告いたします。表情を始める。なんか評論はなんか良くなるのないのかな。もうあれだね。3個取っちゃってるね。これが、人が足りないしね。ダメだ。なかった。じゃあ、こんな感じで軍事と農業でね、行きましたけど、こんな感じかな。これにて表情を終えるぞ。農業でちょっと増えるのもないね。これ、移動速度アップ取っとこうか。で、これ攻撃力アップ取っとこうか。これ、取っとこうか。鉄砲がちょっと距離が伸びるってやつね。あとは、長宗我部さんもこれ取っとこう。こんな感じで。ご命令を。じゃあ、兵糧を変えましょう。取引を変えます。あと何日もする？あと41日もする。交渉できる、交渉しよう。じゃあ、こんな感じかな？これさ、ちょっとこっちとかつくときはさ、こっち来てくれんじゃないの？進むぞ！行くぞ！進むぞ！ほら、来てくれるじゃん、いっぱい。じゃあ、進めていきます。ここを確認しようね。我が義を示す！待機せよ！赤子の手をひれるようなものよ。はい、毛利さんね、倒すことできました。はい、毛利さん仲間入りましたね。これで、あれだね、民中が下がることもなくなって、だいぶ楽になるのかな。一気からは解放されてくると思います。こっちにしようか、2万。2万で戦える。前進せよ。相手が先着になりそうだったら、諦めて、撤退ですね。進めてきます。我らに勝とう10年早いわ。強行18日ですね。おっと、なんか上から来たぞ。入るぞ。まあ、いっか。進め。ここは、じゃあ、なんか別動隊で。別動隊も何もいないね。負けるからやめよう。12000。14000ぐらい。兵糧きついな。進め。44日後。進め。兵糧きついな。でもここですぐ終わるから大丈夫かな。解放お願いします。ケチ。皆の者、勝ち時をあげよう。行こうか。もう確実にリセットしたんでね、一個一個起こりますね。いざ参ろうか。もう確実に見てきたんで、遅れを取るな。進めていきます。ここ籠城ですね。100日も方位32日ですね。で、これ先着扱いだから、多分勝てるんじゃないのかな。ここ勝ってくれないと困るんだけどね。みんな、見事な戦であった。いいね、道勢さんには勝ちましたね。行くぞ。ちょっとこっちつついとく？兵糧ないからやめとこう。まあ、8000しかないじゃん。ダメ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 。帰る帰る帰る。じゃあ進めていきます。この志、必ずや果たしてみせようぞ。北場、ああ、いいですよ。過火事に取り込みましょう。大将棋になりましたね。報告いたします。母兵。ここはちゃんと防衛しておかないとね。あと他にも結構あるはずなんですよ。承知いたしました。この辺承知いたしました。承知いたしました。はっ、ちゃんとメンテナンスしとかないと母兵のね、金銭収益がすごく圧迫しちゃって兵糧が買えなくなっちゃうんですよね。大丈夫そうですね。こっちも多分取ったんだよね。毛利さん滅ぼしましたもんね。はっ、承知いたしました。毛利さんそうでもないね。承知いたしました。農兵も入れてないし、承知いたしました。なんていうのかな、1万とかね、このぐらいを入れておくようなこともないですからね。この辺は許せるんですけど。承知いたしました。にしてもなんかすごく農地が全然ないですね。承知いたしました。はっはっ、承知いたしました。四国すごいね、全然メンタルとしてなかったですね。承知いたしました。よし、こんな感じかな。こんな感じですね。はい。では商業の進めて、承知いたしました。仰せの通り兵糧を買って、で、あと何日間持つのか確認しましょう。37日。ギリだね。うん。そうすると10万、11万ね、兵糧入ってくるんで、まあいいかなと思います。志果たさずして、勝は終えられぬな。この志、必ずや果たしてみせようぞ。ここダメじゃん。初期化。無理だね。なんでこんな少ない兵がいたんだ？なんでこんな少ない兵いたんだろう。それ返します。見たか我が軍。ああ。0人のところ取ったってことね。え、300人のここって先取ろうよ。0日ですよね。進め。じゃあ0人でしょ。これすぐ取れるよ。で、ちょっと進めよう。愛のないもの。はい。いいじゃん、これで。出陣するぞ。これ入場しとこう。ああ、ミッチーはここ行かなくていいね。もうここでなんかやってるからね。ミッチーはどっち行こうか。本願寺行くか、下行くか。本願寺だね。手を打ちましょう。出陣する。では進めていきます。これギリギリ勝てるんじゃないのかな。勝てるよね。負けはせぬ。で、多分包囲するような感じかな。あー、硬いね。109?109 109やろうか。我ら王道を行かん。ああ、こう負けちゃうね。いくら先着でも負けちゃうね。ほう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 。いいんじゃないこれで。我に続け。勝てるでしょ。これぞ我が武、我が力よ。これもちょっとつっついて、つっつき入れて、呼び寄せよ。進むぞ。ボイル。進むぞ。いいね。進めていきます。この城、もらい受けるぞ。いいですね。取れましたね。いざ参ろう。7100いくつじゃ分が悪い。16000、こっちのは分が良さそうだね。我に続け。じゃあ進めていきます。口を引きことよ。あ、取られちゃった。あれ、それあれしてるやついなかった。こっち向かってるやつ。あ、ミッチーは向かってたんだよ、ミッチーが。ミッチーは向かってたんだよ、ダメだ、こっち。こっち。取り返しに行きます。はい、兵糧がね、入ってきたんで。これで、だいぶ楽になるのかな。先月の収支です。ご命令を。これでちょっとね、楽になります。で、兵糧を買いましょう。ありがとうございました。よし、これでだいぶ楽になりましたね。母兵。これ2箇所取ったよね。承知いたしました。ここも取ったのかな。承知いたしました。ここは負けちゃったんだよね。はっ。ではじゃあ進めていきましょう。もうガンガン出しちゃっていいような気もするんで。進むのだ。行こうか。進むのだ。こっち2部隊で行ってこっちも行っときたいね。何家だここ。あ、椎名家。ただ椎名行くよりも先にこっち行きたいんだよね。3300じゃあ騎馬隊上げ、騎馬って全騎馬で行けば勝てるんじゃない？進むのです。ちょっとチャレンジしましょう。うん。じゃあ、こうはしよう。もうここはいらない。ん？あ、あるよね。こうあるよね。こうは。はっ。で、大友さんもこうはで OK。はっ。こっちはちょっと、大内さんちょっとやっときたいね。で、武田さん残して、北条は講和して、山内さんも講和して、まず長尾さん講和だね。で、ここはどうしようか。もっと兵が出れば倒したいけど、出ないんで、講和ですね。はい、では進めていきます。志果たさずして、勝は終えられぬな。あ、こう、そのままタッチで取れるね。勝ち得るんです。はい、ありがとうございます。軍略の真髄まだ見えず。進めていきます。ああ、これ勝てないわ。勝てない。余分なことつついたりとかしなきゃよかった。行こうか。出陣しよう。進めていきます。使いの者が来たようです。無理に決まってるじゃん。これで講和とかして、あれですよ、一個一個やってくるのは目に見えてますからね。なんでだろう。いっぱい持ってったのにね、兵が足りなかったみたいね。進め。これなっちゃったら負けちゃうね。11日、あと何日？70日。負けちゃうね。ポイントは何ポイント？あと、勢力。あと4ポイント。4ポイントの1年ぐらい返そうですからね。今もう落とせそうなところがないし。ここはもう壊した送ってますからね。ここも、送ってたような気がするな。ここら辺に送っとこうか。取れそうなところは。進め！まずここをとりあえず潰そう。で、ここは多分、触ってもし無理だったら。この城、もらい受ける。手を打ちましょう。進め。向かわせて無理だったら、あれしましょう。ここ触ってみて。あんまり、90日以上かかるようだったら、やめようか。多い36日は耐えましょう。使いの者が来たようです。無理です。91日、強行91日、いいね。強行で行こう。報告いたします。表情を始める。かような策はいかがでしょう。いいね、これで。これにて表情を終えるぞ。特に欲しいのこのここら辺。あ、これももらっとこうか。これでだいぶ、本当はこう欲しかったんだけどね。だいぶ金銭収益良くなるんじゃないのかな。ゲッチ。じゃあ、風呂変えます。取引を行いましょう。お、いいね、いいね。だいぶ変える。は。取引を行いましょう。3枚1で来る？行くぞ！先着で勝てるんじゃないのかな？ちょっと様子見よう。我らに歯向かうとは愚かなものよ。で、多分今度ばかりは早めに取れるんじゃないのかな、ここ。志果たさずして、勝は終えられぬな。使いの者が来たようです。制裁ですか。はい。待機せよ。いやー、制裁本当にちょっと勘弁してほしいですね。悔しいね。お芋が来なければそのままいけたんだけどね、制裁ね。行こうか。いざ参ろうか。まあその点ここら辺だけは絶対取っちゃおう。大政治力これどうなの？あと41日。まあなんとかなりそうだね。こっちにサーチしてるもんで、こっち援軍に行けれないってことですね。わかりました。じゃあ進めていきます。使いの者が来たようだ。大内さん。拒否です。これは先着で勝てるんじゃないの？確か。負けちゃったか。じゃあしょうがない。壊しよう。無理無理。一回立て直さなきゃ無理。こういうものがね、評論がなかったからね、あんまり兵も部隊も出せなかったですからね。使いの者が来たようだ。あ、シンさん無理です、無理です。あなたは、無理。報告しよう。先月の収支だ。ご命令を。はい、ということで、10話はね、この辺で終了していきたいなと思います。若干長くなっちまいましたけどね、申し訳ございません。ご視聴いただきありがとうございました。